迷いなく進むことはない。すごい、どこから行けばいいのか全くわからないや。不思議の森。お、フクロウさん。おお、不思議の森にようこそ。目覚めを告げし勇者殿よ。この島はコホリントという地図には決して乗らぬ島じゃ。モーヤの世界と地と違うて断りで成り立っておる。島から出るのは無理じゃんの。コホリント島を治める神風の魚が眠る限り外への道は開かれんのじゃ。ところでテールのホラー穴見たかの。鍵を持ってテールのホラー穴に行くがよい。風の魚は見ておるぞ。ほっほっほっほ。おお、ケツを狙います。パワーのかけらあんのかな、守りのかけら。うわっ、お前遠距離攻撃してくんのか。草がね結構邪魔だね。これ気をつけないと。ケツを狙います。33ルピー。この穴、うん、ただの穴だった。上妖精さんだよね。妖精さん、妖精さん、盾持ち。お、強い。回転切り。お、盾持ち強い。後ろ回る。正面から勝てないじゃない。これダメか。あ、と配置がいろいろ変わってる気がする。よし、まだ逃げよう。これ右から行けば勝てるのかな。こうやって行って、そうだ、無理じゃねこれ。こうか、じゃあこうか。なるほど、こういうことか。ゲームボーイの時は2個しか装備できなかったからね。回復ありがたい。おお、回復取れたからよかった。あれ壊せるのかな。よかった。新鮮。あ、ランチ性的な移動だ。これまだいけなかったよね。今自ら当たりに行ったよ。来た。キノコを拾った。芳醇な香りが花の奥に広がる。来いよ。どういうことなの。キノコゲットだぜ。間違えた。帰れるね。だね。パワーグラブ取ってからだね。さあ、進もう。ぬるぬる動く。ほら、攻撃してこいよ。ほら。あれないのかな、パワーのかけら。あ、大きい。そんなに大きくないけど大きい。まだ元気そうですね。疲れた時にお尋ねください。割とお金出る。キリンキリン。僕、将来のお仕事、草刈りをしてお金を稼ぐお仕事がしたい。あ、ある、守りの木の実両方出た。最強。ほら、おいよ、盾のやつ無理やり倒せないかな。ちょっと試したい。試し切りじゃ。ほら、盾のやつ、盾強いな。
縦のやつは強い。いやー急に治るなよ。コホリント平原気まぐれトレーシーの家マンボが池ダメー。とりあえず試しときたいよね。始めはゾーラー来た来た。おばあちゃん持ってきたよ。ネズミ話せない倒せない。寝れば寝るほど3秒でいいもん作っちゃうんですよ。はい、いえ聞かれなかった。1、2、3できた。海水に火つけて使えよと振りかけてごらん。魔法の粉を手に入れた。プラスボタンで開けて X か Y に。とりあえずよ2個だね登録できるので、剣が B で L の盾が確定。こっちは R だった、ごめんごめん。 L はねあれペガサスの靴らしいから、それでいいんじゃ。敵の中にも変化するやつがおるから、なくなったらキノコ取ってこい。キノコがなかったら金を取る。高い、思ったより高い。けっ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 け、無駄遣いさせられてしまった。こいつにかけるとね、変なおっさんになる。変なおっさんではない。話す。豆知識知りたい？この島には3つの島があるらしいよ。3つの座にはそれぞれ不思議な力があるんだって。いろんなところで試してね。豆の知識知りたい？お、同じだ。じゃあ死ね。ならば死ね。用なしだ。貴様は用なしだ。おお、思いのほか飛んでくる。よし、せっかくだから、あ、回復してもらおうと思ったの。よ、せっかくだからね、回復してもらおう。大王星様、モリブリンがいじめる。傷と疲れを癒しましょう。目を閉じて。なぜ消えた。行方不明になってしまった。これはね今だから許されるよ。ゲームボーイの時だったら大体盾なんか持たないからね。うっ、結構危なかった今。いたいた。剥がす。オラはいたずらたぬきだよ。粉っぽいものが嫌いだよ。自らバラしていくスタイル。その首もらった。いちし不思議の森でポンポコリン迷うだめ。はっ、ここはどこだ。あら、妖精、あれれ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 、ほう、あぶね。もつもつもつだけ。モテるとは言っていない。ほら、わいたずらたぬきだ。おー、分かったから。よいしょ。いしいし不思議の森でポンポコに迷うだべ。あ、ランダムか。あれ、大妖精様おかしいな。お、どうなってるんだこの森は。ドーナツ、うん、お、タヌキ。ほら、いたずらたぬきだ。粉っぽいものが嫌いだよ。もういいわ3度目の正直。えへー、すごい跳ねるよ。ほら、ヒレホロハレ。おや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 、キノコをかじったらたぬきになった夢を見てただよ。何をやったか覚えてねえが楽しかっただよ。もう少し休んだから家へ帰ることにするだよ。やべ、今俺
一番早くこの謎解いたんじゃねえ。みんな知ってるか、タヌキに粉をかけるとおっさんになる。来た、テールの鍵。よし、さあ一つ目のダンジョン行きましょうか。ほうほう、その鍵を持って南のテールの洞穴に行くがよ。その奥に眠る楽器を見つけ出してみよう。風の魚は待っておるぞ。ほうほう、次は南か。ちょっとね、お金も貯まってるんで、釣り行こう釣り。大丈夫だ。お、5ルピーあったね、今。ゲームボーイの時はね、全部1ルピーしかなかったんだけど、宝箱以外。これ、お金稼ぎ楽になるかも。ねね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 ね、さあ、釣り釣り。最高記録、なし。ゲーム変わってるのかな？まあ、セーブしとこう。メーベの村、釣りはどうかね。10ルピーじゃよ。長押しでルアーを投げられる距離を変えられるんだ。L でルアーを動かして魚が吹いたら A、 連打で早く魚との勝負。とりあえず一番奥だね。マックスまで貯めて、よいしょ。ってこういう風に動くの。なるほど、わからん。どういうこと？ああ！よし！あら！連打しかすることねえじゃねえか。うわ！魚が逃げちゃったよ。結構です。A でしょ、連打で早く曲げる。そう、どうなんだろう、バランス考えないといけないタイプなのか。あれ、そういうことか。配置、まあね、ハートのかけら持ったやつを。興味なくなっちゃった。これ上げちゃったら失敗？もう一回投げれる？あ、よかった。難しくなってるね。多分こいつがハートのかけらのやつだと思うから、こいつだけどうしにかして釣らないとね。そういうことね、カードに釣りタイプだ。そういうことね。無理はしちゃダメなんだ。強い。これ無理しないと一生終わりそうにないんだけど。ちょっとぐらい無理しないと一生終わりそうにない。ああ、
合ってるのかどうかすらわからないけど、なんとかこいつ釣りたいな。よし、行ったろ。でけえわサイズ。大きな魚が、お、重いぞ。 76.73cm の魚じゃ。よろしい、大した賞金じゃない。新しいルアー、そういうのもあるのか。ハートのかけらも渡そう。ルアーを変える、やや重いルアー。重い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 。そんな重くないよねこれ。ちょっと小さめだよねこいつ、さっきのに比べるとだけど。50センチと1メートル超えでもう1個ぐらいもらえそうな気がするよね。背景邪魔です。興味ないね。お前クラウド。あー、次の来た。そういうこともあるんだ。いや、興味なさすぎだろ。おい、お前興味なさすぎだろ。手前のやつ光ってるんだよね。よし、どっかにゲージでもあれば分かりやすいんだけど、特にないんだよねそういうの。ちょっと早めに連打するぐらいかな。正解が分からない。無茶したら切れるのは分かったけど、正解が分からない。よし、よしよし、重いぞ。61。もういいです。ゲームボーイの時はこれ1匹しか意味なかったんだけど、どうなんだろうね。さあ、じゃあとりあえずね、一つ目のダンジョン行きましょうか。バンバン。あ、ちょっと入ってくるか。本を読む。爆弾は担げる。読む。置いた爆弾は前に立って A を押せば担げるのです。爆弾はさらに A で投げられますよ。知ってた？もう見た。ワープの法則。ワープポイントがありますよ。飛び込めば他のワープポイントへワープすることができます。しかし一度も見たことのないワープポイントには飛べません。知ってた？地図。おお。今ね、メーベの村と不思議の森とトロンボ海岸ちょっとだけね。で、メーベの村の下とトロンボ海岸の中間のあれがテールの洞窟だね。穴ぼこ畑、マーサの入り江、動物の森、違う、動物村、ヤーナ砂漠、南の神殿、急流滑り、カナレットの城、ウククソウゲン、墓地、
タバールの林、コホリント平原、コボンガの沼、タマランチ山、タルタル山脈、タルタル高地ね。秘密の本読みたい。おーっと、これは見通しレンズがないと読めません。レンズの場所人助けするといいよ。縦の使い方、R で防げます。ビームも弾き返せる鏡の盾があるみたいです。 ZL と普通の R ね、L じゃない R だ、両方使える。回転切り、ある一族の血を引く者だけに伝わる危険がある。 B を押し続け力をためろ。たまったらボタンを離すのだ。あなたにはできるか。できる。最近だと、ま、一回回して B でもできるんだけど、できないね。マップでできること、マイナーを押すとマップ画面で地図を見れますね。 R スティックでズームの切り替え、後でまた来たい場所にはピンを刺すこともできるぞ。思い出画面で冒険を振り返ることもできるぞ。メモ取らなくてもいい。メモ取ったな取ったわ最近。アイテムのセット方法、アイテム画面でアイテムを見ることができます。 X と Y に、セットできますと。まだね、 X が浮いてるから X も固定のアイテムつくかな。 Y はね、じゃあ X は登録だ。で、B が攻撃、 A がまだ空いてるのか。本棚です、知ってる。あ、そう。風の魚の卵の絵が載ってる。さあ、一つ目のダンジョンに行こうと。シールド、とにかくね、ペガサスの靴が欲しいよね。落ちんのそこ、嘘だ。どんどこだ。ここ貝殻あったと思う。これだ。そう、テールの洞窟。一体ボスは誰なんだ。1つ目のダンジョン行きます。